和田小学校でこのほど水辺の安全教室が開かれ、参加した5、6年生の児童たちが海やプールで溺れそうになった時の対処法について学びました。このうち6年生20人が参加して開かれた教室では、誤って水に落ちた時を想定して着衣泳の実技体験が行われました。これで30メートル泳ぎましたね。講師を務めたのは若狭和田ライフセービングクラブの細田直彦さんと妻のゆかりさんです。教室では初めに児童たちが往復30メートルほどを泳ぎ、衣服の重みを体感しました。続いて細田さんは溺れそうになった時の対処法として、仰向けになり顔だけを水面に出す背浮きのコツを児童たちに指導しました。力を抜く、おへそを出す、それだけです。いいですか。しっかり口と鼻と目が出てれば大丈夫です。怖がらない。いいですか。顔だけ出して。この水辺の安全教室は、海やプールで遊ぶ機会が増えるこの時期に、子どもたちに命を守るための方法を学んでもらおうと、和田小学校が若狭和田ライフセービングクラブに依頼して開かれました。この日は浮き輪がない時にペットボトルを使って溺れている人を救助する方法も紹介されました。児童たちは万が一に備えて自分や周りの人の命を守る方法を学んでいました。ペットボトルの位置を正確に投げるのがちょっと難しかったです。声を大きく出すこととか、周りに助けを呼ぶことを大事にしました。海に落ちても泳がずに浮くということが分かりました。声かけて、浮くものあったら渡して助けたい。